はい、こんにちは。ジェネテックの水口です。今日はですね、脱皮が弱い、しない際の故障部分の切り分けの方法と対処方法についてご紹介させていただきます。まずですね、吸わない場合です。吸わないにもいろんな理由があるんですけれども、理由といいますか、原因があるんですけれども、まずですね、そこの部分を切り分けていきましょう。機械のですね、電源を入れてください。で、ノズルをまず出してください。で、蓋を閉じて開始ボタンを押します。通常ですと、開始ボタンを押しますと、すみません、ちょっとイングリッシュになってますけど、開始ボタンを押しますと、ここのボタンが緑色に光って、モーターが動き出します。やってみましょう。通常このような動きになります。で、仮にですね、モーターが動かない場合は、基板の故障になります。で、こちらの故障につきましては、1年間の無償保証の修理の範疇で、直させていただきます。送料も無料で行っておりますので、まずご連絡の方をいただければ幸いです。で、モーターが動いている場合、このブーという音ですね。モーターが動いている場合は、機械としては正常に稼働しているとであれば、どこかで詰まっているというお話になります。はい、じゃあどこで詰まっているのか、そこを確認してまいりましょう。まずですね、給水カップを取り外してください。で、開始ボタンを押しますと、先ほどの通り、またモーターが動き出します。脱皮が開始されます。で、こちらの穴ですね、ここから空気を吸っています。なので、モーターを動かしてから開始ボタンを押して、モーターを動かしながら、ここの穴ですね、ここを指で少し触ってみてください。タコの吸盤のように吸い付くようであれば、OK です。じゃあやってみましょう。吸い付いております。仮にですね、ここで吸い付かない場合は、脱皮機構といいますか、脱皮のシステム、またはモーターの部分で何かしらの問題が起こっております。十中八九変なものを吸ってしまって、そこが壊れていると、そういう可能性が非常に高いです。で、これは有償の修理になりますので、そちらもご連絡の方いただければ幸いです。で、ここが吸ってるにもかかわらず、ノズルから吸い込みが弱い、そういう場合は、ノズルからこの給水カップまでの経路で何かしら詰まっているという形になります。で、対処法ですけれども、通常ですとこちらですね、清掃用具付属で入っておりますけれども、こちらを使ってノズルをしっかりとこう中をですね、かき出していただいて、ゴミをですね、取ります。で、ノズルを中にしまい込みまして、蓋を開けてフィルターを清掃します。で、これで大抵は問題なく吸い始めます。で、仮にですね、それをやっても吸えないよという場合も実はございます。これなぜかと言いますと、もう中でゴミが固着してしまっているからです。なので、その場合はもう分解して清掃する必要が出てまいります。はい。で、分解して清掃する場合は、基本的に保証の対象外になります。私の方で有償で、もう分解の清掃だったりとか、機器の部品の交換といったところも行ってますので、有償にはなりますけれども、お問い合わせいただければ幸いです。ただ、お客様でやろうと思えばできます。はい。保証の対象外になりますけれども、で、その方法を、今紹介の方させていただきます。この機械のですね、裏側を見ていただきますと、ネジで6つ止まっております。プラスドライバーで、ネジを開けていただきますと、上蓋じゃないですね、すいません、そこの蓋が外れます。外すとこういう、状態にですね、なります。ここがノズルの部分です。ノズルからフィルター、そしてチューブ、最後に、給水カップですね。このポイントは4つですね。ノズルで詰まっているのか、フィルターで詰まっているのか、このチューブで詰まっているのか、この接続部分で詰まっているのかというところです。で、大体はですね、ノズルかフィルターかチューブ、この辺りで詰まっている、原因が大半ですので、まずここの部分を取り外して、洗ってください。取り外し方は簡単です。ここの部分向かって、右側ですねのチューブ取り外します。で、引っこ抜きます。で、ノズルをですね、取ります。ちょっとここの歯車を反時計回りに回して、このノズルを一番目いっぱい、この後ろ側といいますか、こちらの方に、
動かしてください。こんな感じ、こんな感じですね。でそうするとこれ取れます。こうです。はい。でチューブ抜きます。フィルター取ります。で少し厚めのお湯に洗剤混ぜて、でこの中に水の中、お湯の中にドボンと置いといて、入れていただくと、その固着した部分、固着したゴミというのがふやけて清掃可能になりますので、少しふやけてからしっかりと清掃していただければ、ゴミは取り除けると思います。で取り付け方はですね、まあ逆ですね、簡単です。取り外したチューブを接続します。でノズル、フィルターを戻します。ここはちょっとこの針金みたいなのあるんですけど、これの下にくぐらせます。ちょっとすいませんね、絵が悪くて。でここですね、ここにカチッとはめ込みます。でチューブは一番下からくぐらせて、で接続をこちらの突起物の方に接続します。で注意なんですけども、ちょっとここの部分出っ張っちゃうとこう曲がっちゃったりするので、下の方に少しずらして曲がらないようにしてあげてください。これ非常に大事です。これで、基本的には治ります。でこれでも治らない場合は、この収水カップとの接続部、ここの部分も、汚れて何か問題といいますか、詰まってるという形になります。ここはですね、ネジ3つで実は止まってますので、このネジを外していただくと、外れます。外すとこういう部品になります。プラスチックの部品とオーリング2つですね、ゴムの丸い輪っかがあります。これを取り外して、これも洗っていただければゴミは取り除けます。で取り付け方は先ほどと同じくですね、反対に、まあ、これをですね、こうまたはめ込んでネジでくっつけて、でチューブをはめ込んでいただければと思います。でここでもやはり注意していただきたいのは、この順序ですね、配管の順序です。この配管の順序、これ間違えちゃうとすぐ壊れます。というか動かなかったりとかしますし、非常に危険なので、しっかりとこれメモしていただければと思います。一番下、このモーターとくっついてるこのチューブが一番下のもの、一番下のチューブが一番上に来るようにします。でこのその上にあるチューブ、これがここです。蓋とくっつくようになります。で最後にノズルといいますか、フィルターとくっついてるチューブが一番下から入っていって右側にくっつくようにする。なおかつここが曲がらないようにするですね。これができれば大丈夫です。はい。で最後にまた蓋を閉じてですね、ネジを締め直せば完成という形になります。まあ自己責任なので、そこは頑張ってくださいというところです。はい。また何かご不明な点等ございましたら、ご連絡の方いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。